ちゃこんにちは、はいはい、今回は豊かの視点3連戦を振り返るのピックアップ編ということで、ピックアップ編ね、ちょっとその試合の中で取り上げたいプレーとか、まあ、いろんなプレーがあるからね、あった時に、まあ、その中で登場するコーナーということで、まあ、事件性のある大げさに言うとね、事件性のあるプレーをちょっとピックアップということで、はい、してみたいと思いますが、はい、今回はね、日本ハムロッテ戦で生まれたサヨナラのシーンで、はい、まあ、結局サヨナラになるんだけども、うん、まあ、ノーアウト1・3塁、ね、はい、新庄監督がエンドランの3塁を出して、はい、このランナーの石井が、まあ、打席でね、ノーアウトランナー1塁からエンドランを決めたという、はい、で1・3塁になる、はい、でバッター宇佐美というところでね、はい、結局宇佐美の当たりがサヨナラヒットにはなるんだけども、はい、これがね非常に難しいプレーではあったことは確かなんだよね、はい、ちょっとね、いろいろと物議がまあいろいろあるよね起きましたが、うん、それでまあここの時センターは関係ないんだけど、うん、ベンチからの指示っていうのは、はい、まあ、例えば宇佐美がバッターボックスであればね、はい、ファールボールがこう打ち上げられたとしたら深い位置に、はい、もう両サイド取らなくていいですよって、もうそれはファールにしとけと、しとけて、はい、なぜかというとこれがタッチアップして、うん、もうサヨナラになっちゃうから、はい、深い位置だけは取らなくていいよという、うん、ことだったんだよね、はい、でその時に宇佐美の打球っていうのはレフトに飛んだ、そうです、でレフトに守っていたのが高部、はい、でまあ大体少しこっち寄りに守ってたと思うんだよね、はい、それは定位置、まあ、定位置寄りをちょっとセンター寄り、これなぜかというと左ピッチで左バッターだから、はい、まあ、ちょっと守ってたと思うんだけど、この打球がさ初球を打ち上げるんだけど、はい、一旦ファールに出たような感じだったんだよね、はいはい、で高部は前に出てくるんだよ、うん、それで多分ね一瞬考えたと思うんだよ高部が、取っていいのかいけないのかっていう、なるほど、ファールなのかフェアなのかっていうところで際どいところに飛んだのよ、確かにそうですよね、うん、いやそれでランナーはタッチアップの体勢でベースに戻ったんだよね、はい、で高部もこのランナーをもう見るんだよ、はい、なぜか知らないけどね、はい、でファールボールここに行ったら取っていいのか取っちゃいけないのかっていうことも迷ってるわけよ、例えばファールでも浅い場合は取った方が良かったりするんでしょう、うん、だってまあ結果から言うと、はい、打球が落ちた位置でランナーは絶対走らないよ、そうです、ね、ノーアウトだし、うん、これが2アウト目だったらもうギャンブルで勝負しに行くかもわからないけども、うん、まだノーアウト1・3塁というところの、はい、打ち上げたボールだから、うん、これは絶対ランナーはコーチャーも止めたはずなんだよ、うん、でもそれは高部は分かってなかったよね、はい、タッチアップするのかしないのかっていうことも、はい、それで一瞬ボールを見失ったようになるんだけどもさ、はい、高部もなんていうの、このランナーも確認をする、タッチアップしてるかどうかっていうのも確認するし、はい、これね実況聞いてるとボールを見失いましたかねって言うんだけど、俺札幌ドームで何回も試合やったことあるけどね、うん、札幌ドームの屋根って天井って黒っぽいんだよ、はい、だから絶対ボールを見失うっていうことはないんだよ、なるほど、うん、それから考えると、はい、やっぱ高部は何を考えたかというと、うん、やっぱファールボールを取っちゃいけないのかいいのかという迷いと、ボールがねこうサイドの時っていうのは戻ってくるんだよね、うん、っていうのはボールの回転もあって、切れていかずにフェアこういうふうには切れていかないの、はいはい、大体こう中に入ってくるんだ、なるほど、やっぱ空調もあるし、ね、はい、それでこのボールがフェアグラウンドのインフィールドに落ちてサヨナラになっちゃうんだよね、結果際どいとこというよりしっかりインフィールドだった、しっかりインフィールド記憶があるんですけど、うんうん、だから自分がどの位置にいるか、高部も一回ねファールグラウンドぐらいまでの方には出てるんだよ、はい、だから自分も取っていいのかいけないのかっていうのも迷ってたし、で慌てた高部がやっぱこう落下点にも行けてなかったんだよね、うん、近くにはいたけど、はい、だからそういうところで、うん、まあサヨナラになるという、これはいろんなことが重なったってことですか、それよりはもうここに来た時はこうっていうのがこう判断ミスというか、まあ多分ねベンチから外野守備走塁コーチがファールボールは取るなよっていうふうに指示は絶対出してるはずなんだ、はい、まあ、それで
深かったら絶対取らなかったと思うんだけど、うん、またインフィールドかファールグラウンドかっていうところもあったんだけども、うん、打球がどの辺まで飛んでてっていうことを高部があんまり把握できてなかったね、うん、それによって見送ればいいのか取ればいいのかっていうのが随分迷ってたと思う、うん、打球が上がった瞬間からもう結果落下点とは全然違うところに出すっていう、うん、なんか不思議なプレーに見えてしまって、そうだね、だからその迷いが高部の全ての迷いが、うん、やっぱ落球につながったというね、うん、まあ非常にあのロッテにとっては痛い敗戦になったんだけどもさ、はい、まあだけど言えばノーアウト1・3塁、うん、ビッグボスがノーアウトランナー1塁からエンドランをサインを出して成功させたということが、まあほぼグブグリーンノーアウト1・3塁だったらサヨナラになってたかなというふうには思うけどね、うん、思うけど、まあ日本ハムの勝ちっていうのはね濃厚だったとは思うけど、はい、やっぱこのプレーで終わりたくはなかったよね。確かにそうですね、うん、だから非常に高部という人間今年非常に成長してるしね、うん、あのバッティングも非常に好調だし、はい、まあ、オープン戦まだね全部出て非常にいい結果も残した、うん、まあ、この試合でさもう泣き崩れて、もうロッテの、ロッテの選手は優しいな、みんなで抱きかかえるようにみんなでいたわってたけどさ、でもこのプレーでダメにならないでほしいよね、あ、高部選手が、うん、はい、もうこのプレーを取り戻すぐらいのもう一回活躍をね、まあ、見せてほしいなというね、うん、だからファールボールは取らなくて、まあ年に1回あるかないかなんだけどね、ファールボールは取れないよとか、まあ、いろんな指示が出てこう迷う、あの打球だったらあーって見てる方は思ったからね、それはあのタッチアップできないっていう、そうですよね、うん、というもうなんか絶妙な高さで絶妙なところに飛んでしまったっていうのも、うん、まあ、微妙なところに思っちゃったんだよね、でしょうね、うん、あれは完全にタッチアップできないから、で宇佐美もヒーローインタビュー、あの、そうですよね、受けてたけど、やらかしちゃったって思ったけどっていう、その後はイエーみたいな、そう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 、だからまあ経験もそうだし、うん、まあおそらく ZOZO マリンでやってるんだったら距離感とかも大体分かってると思うんだよ、ホームグラウンドって、うん、札幌ドームってグラウンドもものすごい広いから、だからそこら辺での距離感もちょっと分かってなかったのかなっていうふうに思うよね、うん、だからまあ高部が迷うホームグラウンドではなかった、うん、まあ、そういうことも重なって、まあ、迷いが生じてなぜサヨナラは生まれたのかっていうことに、はい、まあ、つながったんだと思うよね、はい、まあ気を落とさずまだ先長いからね、そうですね、まあ、やっとレギュラーを取ろうとしてるわけだから、はい、まあ、くじけないでほしいと思うわ、そうです ね、まあ、でもいい勉強になったと思うよね、うん、それと野球人生においてこういう落球って多分ないよ、はい、うん、まあ何年か後には笑ってね話せるし、引退した後に、ね、思い出して講演とかやるときにこういう話はネタになるから、代表の的なあまり嬉しくないかもしれないですけど、そうそうそう、そういうプレー、だからなぜ失敗を生まれたか、うん、よくあるでしょ、やっぱ迷いからっていうことがおそらく失敗を生む要因の一つの中にあると思うけども、うん、これを題材に喋れるということだよね、だからそのぐらいの感覚で、まあ、痛いっぱいにはなったけどもさ、はい、いい教訓としてね、うん、これからも胸に秘めて守備練習もしてほしいと思いますね、はいはい、さあ続きまして、はい、ね、まあ、DeNA、はい、これね、これは困ったよ、突然ねこういったニュースが入ってきて、まあ、主力も主力のメンバーがたくさん、まあ、主力も多いし、はい、やっぱり人数が多いわ、ね、だからこれはねちょっと困ったな、4番バッターもいなくなる、そうですね、ね、で外オースティンももう最初からいない、はい、ね、キャッチャー戸柱もいない、11名とスタッフ3名、うん、そうで濃厚接触者の疑いが石田と桑原と太田と、はい、太田なんかさせっかくさ、ね、ヒットを打ち今季初ヒット、うん、で勝利に貢献しこれからだって言った時に、まあ、こういうことになるというね、はい、だから、まあ、非常に頭痛いけどさこのコロナって防ぎようがないよね、もうこうなったらもう調べると陽性者がかなりの確率で出てきて、ね、うん、かといって調べないっていう風なことにもならないので、ね、でもまあヨーロッパの方では聞くところによるともう風邪の扱いなんだよね、うん、の地区もあるんだよね、うんうん、
だから、まあ、調べるとやっぱこう陽性になるし、まあ、こういうことでやっぱゲームができなくなる、おそらく練習もやっちゃいけないっていうことになるよね、うん、まあ、そうなってくるとやっぱパフォーマンスも落ちるし、はい、これはでも DeNA にとっては非常に痛手だよ。うん、だってせっかくオースティンとか外がいない間に、ね、みんなで頑張って、うん、なんとか5割ぐらいキープしてるのに、このコロナの影響っていうのは今後にやっぱこうどうしても響いてくるっていうふうに考えるしかないよね、うん、まあ、想像ができるで、三浦監督も謝ってたけどさ、やっぱこういろいろ気をつけてるんですけど、で DeNA の管理の仕方っていうのはさ本当に徹底してて、うん、本当に気をつけてるんだよねみんな、はい、ほとんど、まあ、三浦監督に聞くと、まあ、昨年でもほとんど外に出ていくものはいないと、でコンビニ行くにしても近くのね許可を取っていくぐらいの徹底ぶりだったんだよ、うん、でも出ちゃうんだよ、まあ、それは例えば移動中の、まあ、新幹線の中とかさね、もう市中感染とかさ、そうですね、まあ、そういうことになってくるから、うん、これもう防ぎようがないし責められないんだよ、うん、でも DeNA はちょっとやっぱ相当オースティンがいない、牧もなった、まあ、そうなってくるともう戦えないよね。これはどうなるんですかね、こう皆さん出れるようになったり練習参加できるようになってもやっぱ少し調整が必要だと思うので。いや調整が必要だよね。そうなるとこう離脱する期間っていうのは長引いてきますよね、うん、まあ、まあ10日ぐらい、うん、無症状だったら、まあ、ウエイトだとかそういうのはやってもいいのかなとは思うけどね。これも人によって差があるじゃないですか、ね、症状がある人でもこういろんな症状出て、うん、ってなってくるとちょっと皆さんがどういう今状態でいらっしゃるのかなっていうところがあるので、ちょっと何とも言えないですけど、うん、でもみんなワクチン接種はしてると思うから、はい、そんな大ごとにはならないと思うけどね、入院するとか、うん、そういうことには多分ならないと思うけども、うん、ただパフォーマンスが落ちた後にどうやって戦っていくかっていうことをね、うん、でコロナになるとやっぱ筋肉系の怪我が増えてるから、うん、まあ、サッカー界でもコロナが蔓延し始めてからやっぱ筋肉系の故障が多いっていうから、うん、だから本当にあのコロナだけではなくその治った後もやっぱそのケアが必要だし、うん、やっぱこう筋肉ということにねちょっと気を配っておいてほしいなというふうには思うよね、はいはい、コロナに怪我にっていろいろと、ね、心配な様子が、まあ、バタバタするよね、はい、まあまあね、今回3連戦で起きた、まあ、高部のプレーとコロナの話でした、はい、ね、はい。